超大陸パンゲアの分裂の様子超大陸は地球表面上において大陸とみなされる陸海を一つ以上含む非常に広大な陸のことを言う。一般に現在の大陸のうちの一つ以上を含む陸海を指すがどのような陸海を大陸や大陸とするかの定義に曖昧さがあるため超大陸の定義も曖昧である。現在の超大陸は次の二つである。 現在の大西洋半球から見た超大陸の変遷。一般に超大陸という用語は、現在存在する大陸から構成される広大な陸地を参照するために使用されている。そのような広大な陸地は、大陸移動説によると約4億年から5億年ごとに形成され、あるいは破壊されることになる。超大陸は地球内部からの熱の流れを閉鎖するため、 仮想のアセノスフェアを加熱させる。結局、上層のプレートを成すリソスフェアは上向きに押されて割れてゆく。マグマが髪型へ湧き出て超大陸の破片が別々の方向へ押されることになる。しかし、分裂した大陸片はしばしば再び結合する。他の場所で分裂して反対方向に向かってきた別の大陸片と衝突することもあるし、 そうでなくとも地球表面は球面であるので反対方向に分裂した破片同士はいずれどこかで出会う可能性が高い。こうして超大陸が再形成される。再形成された超大陸はしばらくするとまた分裂を始め以上を繰り返す。これをウィルソンサイクルと呼ぶ。超大陸分裂した超大陸古地磁気を使った研究により、 過去の大陸移動の様子は6億年ほど前まで詳細にわかっている。また、それ以前についても大まかな大陸移動の様子が推定され、過去に何度か超大陸が形成されていた。現在は、超大陸パンゲアが分裂、試算して、再び次の超大陸の形成に向けまとまり始めた時点であると考えられている。大陸は現在も移動を続けており、過去に周期的に 超大陸が形成されてきたことから数億年後には再び超大陸が出現すると予測されている。ただしそれがどのように形成されるかについては諸説ある。ありがとうございます。